日本野球機構 NPB と日本プロ野球選手会は23日、第1回特別委員会をオンラインで実施しました。同委員会は選手会側の要望で設置され、球団との契約における選手の立場改善に向けて協議するもの。選手会はフリーエージェント、FE、権の取得年数を国内、海外一律で6年に短縮、人的保障の廃止などを求めていく。誰がこんな自己中要求のもんや。こんな要求受け入れる球団ないだろう。マイハム反対、権利振り回しすぎや。ファンからしてもメリットないな。高卒取るメリットなくなるな。人的保障あっても巨人みたいに育成に落とせばいいだけだしな。そんなんしたら高卒取られなくなるやん。逆に首絞めとるわ。ほなら最短で取る場合さらなるキックバック必要やなと思ったら人的保障廃止も要求にあんのか。人材の流動性良くしてファンがついてくると思ってんのか。放映権料ありきの MLB と勘違いしてんちゃうか。 MLB も6年やからね。たかが選手がドラフト権利譲渡で良いんだよ。ノンテンダー増えるやろうけどええんか。我が巨人軍だけが有利になる制度を作れっての。選手側の主張はしてかなあかんしええやろ。なんでお前ら球団の肩持ってるの。西武ファン絶滅しそう。ほな戦力均衡のためにサラリーキャップ導入するわ。我慢して我慢してやっと収穫期になったら出ていっちゃう。あまりにバカバカしい。他のチームの収穫期選手獲得したらええやん。なんでそんなギャンブルせにゃならんねん。ほな流出させんかったらええやん。出ていくって決めつけてるけど出ていかれる方が悪いんちゃうか。引き止めればええやん。これ交渉のテクニックやで。初めに無茶なこと突きつけてそこから譲歩したように見せかけて本当に通したいものを言う。もうそのフェーズ終わって次の譲歩するフェーズやろ。プロなんだからそのくらい厳しい世界で良いと思うけどな。現役ドラフトは割と良かったし無駄にいろんなこと追加せんでええわ。人的保障はマジで意味わからん。人的保障される選手がかわいそうやろ。トレードと変わらんや。選手会グッジョブ。とりあえず自動 FE で全員市場に出て動かさないとあかんわな。この条件で好きな時に宣言できるは選手に優位すぎるわ。人的保障はいらないわ。金銭保障だけでええよ。金額上げればこれがベターだと思うね。貧乏球団も反対しないだろうし。 Y は反対や。いや人的保障いるやろ。ワクワクするやん。大物高卒新人が24歳で FE はないわ。早すぎる。ほんでこうやって要望出して決裁は誰がすんの。12球団の代表者全会一致で決裁。選手側がなんか履き違えてるわ。今は B ランクが割り送ってるからな。 A と C は今のままでもいいかもしれんが B の救済は必要。選手の流動性高めないとシーズンオフ盛り上がらんわ。